こんにちは。私も一応ぼっち YouTuber として売っているわけです。大学に一人友達がいるけれど、うんぬんみたいな話はいつもしておりますので、今日はしません。では、早速実際に大学でどのような生活を送っているのかということを、現実的なところをですね、皆さんにお聞かせしたいと思います。マジでこういった生活を送っています。じゃあまず、その1。昼休みが一番退屈なんですね、大学ぼっちというのは。実は、授業と授業の合間の10分間の休みというのは、そんなにね、何か暇なことというのはありませんね。すぐに授業のあれを片付けをして、次の授業のところに行かなきゃいけないというのはありますけれど、昼休みは1時間ですね、この時間というのは結構暇なものです。私はもうあまりにも暇なんですけれど、だからって言ってね、友達と喋っていて時間を潰すということはないわけですね。で、あんまり私は携帯電話をずっとポチポチいじって、ツイッターに熱中するとか、そういったことも好きではありませんので、あまりそういうことはしません。じゃあそうすると、昼休みに一体ぼっちは何をしているのかということになります。もちろん、お昼ご飯を食べるってことは、そりゃしますよ。私だって食べますからね。でも食べても、まだなおも30分の時間の余裕がある。そういたしますと、じゃあ例えば、まず第一にすることは散歩。幸いなことに、我が横浜国立大学はあちこちにたくさんの森がありまして、山あり、まあ一応谷のようなものもあって、川こそ流れていませんが、あちこち楽しみ会があります。なんか横浜国大にはリスがいるらしい。リスはどこかにいないかねと、こうぐる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 私はいつも散歩しております。だから結構私を見かけることが、特に経営学の人、経営学部の人など多いはずですけれど、それはなんでかっつったら、本当に暇で友達がいなくてやることがないから、ただ意味もなくブラ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 と本当にさまよっているだけです。本当にやることがないので、私は休み時間になるとそこら中をぐるぐると歩き回っております。目的もなくね。でね、これちょっと今手元に一応あるあるのネタをカンペで用意してあるんですけれど、まず昼休みに私は最多で、1時間の昼休みに4回生協に行ったことがあります。なぜかって言ったら、他に何も楽しみがないので、暇だから生協にショッピングにでも行くかって、なんかお茶でも1本買ってきて帰ってくる。でもやっぱ暇だから、それちょっとボールペンが今足りないんだな、また生協行って買ってくる。でもちょっとボールペンもそうだけど、でもあと赤とか青とかのペンとかも買い足しておくか、こういうやつですね。よし、じゃあ買い足そうと言って、また生協行ってまた買い直してきて、あそうだ今度出かける JR の切符も買いに行かなきゃいけないんで、また生協みたいな、生協にばっかり行ってショッピングを楽しむということがあります。もう生協は私にとって百貨店であります。買い物ってのは楽しみとして、なるとは思うんですけれども、あまりにもやることがないので、そういったところでね、やってるというのがあるんですね。それからあとは散歩ですけれども、経営学部のね、学部ともう意味もなく、ロッカーの、なんですか、貸し出しみたいなのがありまして、鍵を自分でかけて、学生に一つ、こう、ロッカーを使っていったんですね。で、意味もなく、ロッカーのところまで無意識に行ってしまうんですよ。で、授業の準備、さっき授業の準備したやな、一体なんでロッカーに来たんだろうと思いながら、ロッカーの箱を開けるんだけど、当然取り出すものなどもなく、また閉めて、そのまま教室に戻り、で、その後、今度は暇だからその足で生協まで行って、戻ってきた後、教室に戻って、で、ぼーっとしてるんだけど、暇だから無意識にロッカー行ってしまって、ロッカーに来ちゃって、ちょっと、じゃあそのまま外でも散歩するか、その後帰りに生協によって昼休みに戻る、みたいなのが、私の本当本当に典型的な昼休みなんですね。マジでやることがありません。で、そういったことがあると、じゃあもっとね、そうは言ってもやることがないと、じゃあちょっと勉強でもしてるから勉強を昼休みにやるってこともあるし、あとは掲示板というのがね、ありますね。大学の中には学生向けの掲示物というのがあります。あれをいつも熟読しております。よく私は読んでおります。掲示物が新しく貼られればいち早く気づきます。なぜって、だって昼休みとかに友達と喋るようなことが全くと言っていいほどないんだから。そうすると暇だからね、ブラブラ散歩してると掲示板があったら、暇なんだからとりあえず読もうとするじゃないですか。これ前にも読んだなと思うものをわざわざ熟読する。だってやることがありませんからね。そういうところでございます。まあでも最近はね、実は YouTuber として仕事を始めましたんで、結構そっちが忙しいから昼休みにそこまでやってるかっていうと、仕事してたりして、ちょっと微妙なんですけれど、でも少なくとも YouTuber とかそういうのやってなかった大学1年の時は本当にこういう感じでした。次、授業の情報がですね、全然入ってきません。ぼっちだと、例えば今日休校だよとかいうのが回ってくるらしいんですね、友達から。私は全くそういうの分かりませんので、はい、大学に行ってみました。教室のドアを開けました。誰もいません。あらーと、これは多分授業が休みになったんだろうなと思いながらも、とりあえずはそこにいると。で、当然誰も来ないから、きっとこの授業休みになったんだろうな、それで終わり。そしたらね、前ね、そうだと思ってたら、その授業の場所が変更になったということがあったらしいんですけど、掲示とかもなんかあんまなされてなかったみたいでね、と思いながら、結局のところ欠席してしまったということも、前に一度ありました。で、もう本当に情報がありません。基本多分大学は友達が多ければ多いほど、様々ね、こう、成績とか、ね、課題とかそういったことのね、情報とかもいろいろ入るのかなと思いますが、全くありませんので、じゃあどうするかと、とりあえず授業なんかに、ね、こう座って、こう、だらーっとしてるわけですね。で、後ろの方なんかに座りますと、周りガヤガヤ喋っております。で、じーっとして、ガラガラガラ喋って、喋ってるな。
お前さ、木村さ、この期末試験の問題の傾向を知ってるか？え、何ですかそれは。この期末試験はどうもあれらしいぞと、なんか大きな問題1個だけ出て、ノート持ち込みかで、それから一つのその大きな問題についてずっと長い形式で答えるらしいぞ。あ、そうなんですかと、ここで聞いてるの、これ、お、なんだこれはと、一層で頭にこう、聞き耳を立てるわけですね。こんなどこ吹く風のね、周りの人たちはこう、好き勝手にやってるけど、私は独立、自立したぼっちですということを、こう、なんか予想いつつ、実は周りのところにはものすごくアンテナをこうバンバンと張り巡らして、何かこう情報が出回ってるということがあったらば、自分に関係のある情報を盗み聞きしなければならないということ、これいつも気をつけております。だから友達がいないから授業の情報はどうやって手に入れてるのかというと、基本的にまあネットとかに載ってるのは自分で調べるということもありますが、盗み聞きがメインとなってですね、どんどん私のことに入ってくるというわけなんです。実はだからしょっちゅう1日に5回は私は盗み聞きをしております、人の話をね。他には、あとは、学務というところがあります。多分、どこでも学務という言い方でいいのかなと思うんですが、まあ、事務の方ですよね。授業をこのようにして受けましょうとか、この授業の受けるための条件はこれこれこうですとか、例えば、どこ、何々が欲しいときは、どこどこ行くと、これを交付してもらいますとか、そういった諸々のことをね、いろいろやってくれる事務みたいなところがあるんですが、私はそこに頻繁に行っております。学務に行きまくるんですね。なぜなら、友達に、あれ、これってどうなんだっけ、この授業ってこれどうなの、そういう話、全然何も聞くことが、ほぼ不可能な状況にあります。ので聞く相手といえば当然そのジムのところになるわけです。だからそこにもね、特にこの前など1日に3回ぐらい行きましたね。多分そんなに頻繁に行く人はいないのかなと思いますが、すいません、ちょっとこれこうなんですけど、これはなんか資料を当たっていただけるんでしょうか。あ、そうですか、すいません、ありがとうございました。すいません、この授業の抽選なんですけど、これはもうやったんでしょうか。この抽選というのはどういうものなんでしょうか。すいません、ゼミナールについて伺いたいんですが、ゼミナールとはどういったもので、何を目的としているんでしょうか。それゼミナールを履修しないと、受けられる、卒業はできないのでしょうか。すいません、ゼミナールをじゃあ履修しなくてもいいということをお教えいただきましたけど、もうずっとこんな感じで、ね、しょっちゅうそこ行ってて、多分向こうも私の顔覚えてるだろうなと思うんですよね。もう本当に頻繁にそこに行ってですね、ジムのところにもう顔を出しまくっているという状態。なぜならちょっとしたことでも聞く友達がほとんどいないからです。次、学食の滞在時間が短いんですね。学生食堂みたいなところは私も利用するんですが、高校の時は昼休みのチャイムが鳴るぐらいまでずっとそこに滞在してね、あははは、とかこんなことをやってたわけですね。ところが大学になりますと、もうそんな子に友達はいませんので、喋るという理由も、もうこれ全くないということになります。で、じゃあそしたらどうするのか、まあね、静かにこう食べ終わったら出ていくという当然のことをするだけでして、まあ、それ自体には寂しさとかそういったものは覚えないんだけど、ただ一つ分かったことがあります。高校の時も多分似たような環境だっただろうなと思うんですけれど、高校の時はですね、食堂というのがそんなにうるさいところだとは思わなかったんですよね。もっと私は友達との会話にこうやってたから、うるささというのは何も感じなかったんですが、横浜国大の学食、ガヤガヤワイワイしてるんです。あ、こんなうるさいところだったのかとね、一人で食べると周りの音がたくさん入ってくるなということを思いながら、学食のうるささを改めて毎日実感しているところです。次、場所の名前がわからない。なんか横浜国大にはね、アウトバーンっていうなんか名前の通称のね、あだ名がついた道があったりとか、あそこが野音っていうんですよとか、シェルシュがどうこう、ここは二色でとか、そういうのあるんですけど、私そういうのがよくわかんないんですよ。二色の前でって言われてね、私全然違うところに、一回ちょっと用事で待ち合わせなきゃいけないことがあって、二色の前におります、はい、わかりました、で私は全然違う、ビュッフェのところに行っちゃっていたりとか、あそこにアウトバーンという道が、アウトバーン、なんだヒトラーのなんでそんな時代の話してんのはぁとかね、それから、そう、あとはなんだっけな、野音っていうのはなんか野外音楽祭のことだと思ってたんですけど、横浜国大には変なちょっとね、広場みたいなところがありまして、そこのことをなんか野音というらしいんですね。で、私は大学2年の本当にギリギリの終わりのところまでそれ知らなかったので、なんかそういう恒例行事みたいなのがあるんだろうと思ったら、場所の名前でした。あ、あそこって野音っていうのかとかね、メインストリートってどこが一体メインストリートなんだと思ったら、メインストリートはこの通りのことを言うらしいと。多分他の学生たちであれば、場所の名前を誰かにね、こう、このメインストリートのあそこにこれあるよなとか、野音で誰かとかがこうしててよとか、シェルシューよりも二色の方がいいぞとか、なんかそういう話を多分してるんだろうなと思うんですけど、私はそういった会話は一切もう参加しないというか、何もそういう会話の当事者になりえませんので、結局のところ、大学の場所というのは独自の名前をつけるしかないわけですよね。私は大学の中で学生たちが一般的にアウトバーンと呼んでいるらしい道は、これはバス通りと呼んでいたし、それから第一食堂のことはレンガ館と呼んでいたし、レンガ館ってお店の名前だったからですよ。誰もそんな名前使わないらしい。それからあとはシェルシュというビュッフェがあるんですが、私はそこを第二食堂と呼んでいたし、本当にある第二食堂はなんか全然違う、また別の学食とかだと思っていたし、もうだから人と場所の話をするときに点で話が噛み合わないということが、これがよく分かりました。これは本当にあり得ることだと思います。あとは
長期休みの時ね、春休みとか夏休みの時は、自分がですね大学生だということも忘れるんですね。全くもって大学と関係ないような、あ、そんな生活を送ります。だってサークルとかがあるわけじゃないし、大学の友達に会うわけでもないし、それからまあもちろん大学の勉強もまあそれすることもあるっちゃあるのかもしれないけれど、でも基本的に大学方面に用事があり、大学で何か作った関係と関わるということが全くありませんので、自分が何を普段している人間なのかということを完全に忘れてしまうんですね。夏休みとかそういう長期の休みになると、これは大変ね、面白いことだと思います。で、春休みとか夏休みが終わるぐらいになると、あ、そういえば大学でこういうことをしてたなとか、あんな食堂に行ってなんか食べ物とか食べてたなとかね、いろいろそういう懐かしいことを思い出すんですね。ああ、そういうことあったな、あ、なるほど、そんな時代もあったね、と、こんな感じなんですね。次。授業で、周りの人と話しましょうとかね、大きな教室に行って、では近くの方と意見交換をしてくださいと、そんな風にね、先生、教授がおっしゃるということがあります。その時一体どうしているのかというと、実は何も話しておりません。周りの人と意見を交換しろと言ったら、交換する周りの人がいないと、まあ確かにちょっと離れたところに1人、もしくは2人とかいます。でその人たちが何か交換しているということはあるけれど、私がじゃあその人にねこう意見交換を持ちかけるのかというと、ちょっとやっぱ厳しいものなんですよね。いや別にやってもいいんですよ、全くやったことがないわけではなくて、この人が話しかけても大丈夫だろうなと思って、ちょっとあなたもお一人みたいですけど、よかったらお話しませんかと言って話したことも、まあ実はあるにはあるんですよ。それちょっとまた状況が別のところでして、まあ少なくとも大きな教室のところで周りの人と話してくださいって言われた時には、私もねこう喋ったということはないんですね。教授の指示に従うことができない、これはちょっとね正直問題だなというふうに、思っているんですけれども、一方でじゃあ自分の周りを見てみると、だから全然ね、会話してるような人が見当たらないんですね。議論になっていなくて、教授は壇上のところから私たちがムスッとね話してくださいって言ってるのをこうやってるのを見てね、何を思ってるんだろうなっていうのはすごい気になるんですけれども、どうなんでしょうか。いや私横の人がね喋るのに応じてくれそうな感じだったらいいんですけど、横の人もこんな感じですから、じゃあしょうがないな、もうこうなるしかないんですね。これは私がなんか人のせいにしているのかもしれないけどね、まあ、確かに友達があそこでいれば意見交換というのができるから、これはちょっと残念だなと思いました。まあ、友達じゃない人に話しかけりゃいいんでしょうけどね、用事があるときは私も話しかけるんですが、あなたちょっとボールペン貸してくれませんかとかね、そういうことは全然知らない人にも話しかけまくるんですけど、今度からやってみるかという気もしました。まあいいです。あとは授業に関係ないイベントの日程、これが完全に分かりません。つまり、学園祭とか学祭とかいうのかな、そう、どういう名前でうちの大学で呼ばれているのかも全くよく分からないんですが、そういった類のね、お祭り騒ぎのようなものがいつどこでなされているのか全く分からない。なんか常盤祭っていうものがあるらしいんですが、それがなんか5月にやってたような気がするし、夏休みにやってたような気もするし、それとも文化祭シーズンの11月だったのかよく分かりません。なんかよくね常盤祭実行委員みたいなものがこう壁に貼ってあるんですけど、あれがいつどこでなされているのかもよく分からない。なんかたまに自転車を撤去しているらしいということぐらいしか分かりませんで、いつそれが実施されているのか、そう、本当にね全く関係がないイベントなんですよね、そういう学園祭というのが。もちろん行こうとも思わないし、あとはこの日は学校があるはずだからと思って行ってみたら、なんか学園祭を勝手にやっててですね、あら、これな、授業がないじゃないかと言って帰ったということも一回ありました。それはちょっと驚きましたけどね。ねえ、だからいつそういったものを、いや、まあいいや、今の話でしたからおしまい。次、まあじゃあここまでは悪い話ばっかりですけど、ちょっといい話もしなきゃいけないのかなと。これはね、一人でいると分かるんですが、お気楽です。本当に気楽、周りの人の目を気にするという必要がありません。本当にないんですよ。だって周りの人は誰も私のことなんか知りっこないんだから。最近 YouTuber でね割れてきたからそうでもなくなってきたんですけど、基本的に私のことなんか誰も見たこともないし、記憶にも残らないんですよ。だからね、まあもしくは記憶に残っていたとしても、そのことを私に伝達してくるということはないわけですから、そんな人間はいないと同然なのでありまして、そういう人たちの周りの目を全く気にする必要がないというのが、大変これが大学墓地としてのお気楽なところです。例えばベンチでゴロゴロ寝ていても別に、あいつなんか寝てるよ、あ、なんだお前あいつ寝てるぞとか言って友達に茶化されるという心配はないし、例えばよし、ちょっとじゃあ腕に撚りをかけて、ここになんかあるから、このね、これでゆで卵を作るか、ゆで卵を作っていても、まあ基本的に誰も何とも思いませんし、私が例えばまあそんなことはしたことないけど、口笛を吹きながら街中、大学を歩いていても、なんだ口笛を吹いてるやつはおかしいやつだなと思われるかもしれませんが、まあ思われても別にそれが
が私に影響することは全くないし、授業でも好き勝手なことをベラベラこう喋ってね、周りに遠慮をするということはない。いや、授業としての、ね、質を高めるために、なんだろうな、もっと建設的な議論をするとか、人の意見を聞いてそれに返事をするとか、そういったことはあります。例えば議論をするような場合とかありますんでね、たまに。だけれども、しかし、自分の身を守るということを何も考えなくていいんですね。その人と友好関係を築くことなんかまずないだろうと思うから、この人に変な人間だと思われたらどうしようということも心配は全くないというわけです。で、また友達とかサークルとかそういったものの付き合いが一切ありませんので、飲み会に誘われたら一体どのようにして断ればいいんだとか、そういったことに頭を悩ます必要はありません。完全に自分の行きたい時に大学に行って、帰りたい時には帰るし、またイベントには自分のね、もう完全な自由意志で、大学と関係ないところでそうなんですけど、参加するというか、なんですか、自分イベントは全て自分が決められるんですよね。完全に全て思いのまま完全な自由を手に入るということです。またそれからもう一個大学ぼっちのメリットとしてね、お伝えしておきますけれど、悪い友達ができないっていうのがいいかなと思います。やっぱり自分が真面目にやろうともシャキッと大学に入りました。だけど友達とつるんでいくうちに友達がみんなグダグダしてる。いいだろスーツ、今日ぐらい休んじゃいよ、ほらほら休めって、しょうがねえな、休むかな、じゃあ授業サボっちゃおうみたいなことはありません。だから大学に入ったところ初心忘るべからずというのがずっと続いております。これはねすごくいいところだなと思いました。もう全く影響を受けないんですよ。だから他人とのね影響を受けながら切磋琢磨して成長していくということは残念ながら望めませんが、その代わり初心を忘れるということもこれもまたありませんで、大変ね素晴らしくていいなというふうに思いました。まあこんな感じ、大学ぼっちあるあるいかがでしたでしょうか。録画時間がもうそろそろ足りなくなってきましたので、ここら辺までとさせていただきたいと思いますが、今言ったことは本当に本当のことです。嘘は全くありませんので、結構参考になったんじゃないかなと思います。マジで大学ぼっちにしかわからないこと、ご視聴ありがとうございました。